まとまゆ。よろしくお願いします。ピアノコント菓子折り女、皆さん出世したくないですか？やっぱ生きてたら出世したいですよね。出世するために何が一番必要なのか分かりますか？そう、そうなんです。菓子折りを送ろう。誰それ構わずすると社長になれるよ。そんなお話、菓子折りのお返しにもっと大きいお菓子、そのお返しがまた大きいと、そのまた大きなお菓子、どんどん膨張、おいしいお菓子、堂々巡りもいいところ。私たち似た者同士ね。じゃあ結婚しようか。菓子折り積み上げてそこで暮らします。雨が降ったら潰れます。だけども愛があるから OK、 そうお菓子があるから OK。 二人は幸せだったのに、お菓子が腐り始めてゴミ屋敷ったらゴミ屋敷、近隣住民から苦情来たったら苦情来た。二人の得意技、菓子折り送ったらすんなり解決。やっぱ人間にちょろい。二人は菓子折りの力で大出世し、大きな大きな大邸宅を建てました。二人の財産を狙って毎日お客が菓子折り持って遊びに来る。大きな大きな大邸宅が全てお菓子で埋まったよ。またお菓子が腐ったよ。苦情が来たよ。近隣住民はもはや菓子折りもらっても気が済まない。腐った庭に我慢して大邸宅を潰しにかかる。これがピンチ。二人は悩む。二人は忘れていた全ての問題を菓子折り一つで解決していたため、素直に謝るということを。私たちなんてバカだったの。謝ろう心から。二人は素直に謝った。ごめんなさい。すると謝って済む問題じゃないだろう。菓子折りの一つや二つ持ってきやがれ。え、やっぱそうなの。菓子折り大事なの。なんだ結局やっぱりそうじゃん。菓子折り送ろう。送る際にはおのし紙を忘れずにね。これ私すごい好きなんですけど、これあんま受けないんですね。で今日ちょっとなんかいろいろジェスチャーやってみようと思ってやってジェスチャー入れたんですけど、思いのほか疲れちゃいますので。でもあれなんです、私お笑い始めてまだ半年なんですけど、そうなんです。それ嬉しいですね。なんかはい。でもすごい楽しくて、ずっとこの素人の気持ちを大切にやっていこうと思ってるんですよ。で素人の気持ちで、これもだから受けなくってもちょっとこれを磨いていきたいと思ってやらせていただこうと思いました。で今日一番初めにやっていた菅野総一郎さんがこれからなんかピアノを使ったネタをやるって言ってて、なんかすごく私今焦っています。早く自分をちょっと解説させてね、はい、届かないところに行けたらいいなって思いますけど、まだまだですね。はい、すごい疲れました。でも皆さん優しかったから今日はとてもやりやすかったです。どうもありがとうございました。